サムスン電子サムスンギャラクシーサムスンギャラクシーノートエッジ SC-01G ドコモスマートフォンギャラクシーノートエッジ SC-01G は韓国のサムスン電子によって開発された NTT ドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムのデュアルモード端末であるドコモスマートフォンの一つ SC-01F の後継機種で 筐体の右側に曲面ディスプレイを搭載している。この曲面ディスプレイは本体と独立しており、アプリケーションの切り替えを素早く行ったり、ショートカット操作を行うことが可能となっているほか、アプリの操作や動画視聴、写真や動画撮影を全画面を使って楽しむことができる。ノートシリーズの独自機能である S ペンが進化。 ペン先の感度が、ギャラクシーノート3と比較し、約2倍になり、まるで紙に書くようなリアルな使い心地を実現。また S ペンのボタンを押しながら、さっと線を引くだけで写真やテキストの一括選択ができるなど、PC のマウスのような操作性も実現している。インカメラは、F 値1.9の広角レンズを採用した370万画素で、ワイド自分撮りモードを使えば、 最大120度の広角撮影が可能で、複数人数での集合写真も撮影できる。他にも、日本独自機能としてワンセグ、お財布形態に加え、ギャラクシーシリーズでは、初となるフルセグ放送の受信にも対応している。また、ハイレゾ音源の再生に対応し、K2HD、プロセッシングにより MP3 や CD の音楽データをハイレゾ化することで、失われてしまう。 音楽情報を再生成し、原音に極めて忠実な高音質で再生することが可能となっている。さらに3つのマイクを使ったノイズキャンセラー機能搭載により、雑音を排除したクリアな通話音質を実現したほか、ボイスレコーダーでは8方向からの音や会話を聞き分けて、音声の方向を判別して録音し、特定方向からの会話だけを再生することができる。 回帰モードも搭載している。TDLTE と 700MHz に対応している。TDLTE 対応はドコモスマートフォンシリーズでは本機種が初めてとなる。なお、防水性能は搭載していない。キャッチコピーはスマホの新しい形。曲面有機 L ディスプレイでプレミアムな使い方をありがとうございます。